写真の気持ちを思い出せるバッグになっています。これも結構熟読してお勉強しております。このポーチ私よく皆さんに突っ込んでいただくんですけど、こちら小田切ヒロさんが監修されたバイラさんの付録なんですよ。ジョニセラです。今日は私のバッグの中身をご紹介したいと思います。普段持ち歩くバッグは結構小ぶりなものが多くて、これぐらいの大きさのバッグプラスなんかもうちょっと入るような袋を持つっていうスタイルが多めで、こういうバッグを使ってるのですが、ちょっと荷物が多い時とかはこちらのバッグを使っています。こちらのバッグはですね、私2年前ぐらいまでグループ活動をしていまして、8年間グループ活動休止のラストライブの時に、何か自分で初めてブランド物のバッグを買おうって思った時に購入したバッグになるので、このバッグを見るといつも初心の気持ちを思い出せるバッグになっています。ということで、このバッグの中身からご紹介したいと思います。じゃあまず、まあ日傘バーンをいつも持ち歩いています。これはですね、軽くて細いんですよ。なのでちっちゃいバッグでもシュッて入るので、すごいおすすめの日傘になっております。最近英会話教室に行き始めてて、英会話しているうちに、あれ中学校の時に習った英語が全く思い出せないぞと思って、こちらの本を買って、空いた時間とか休みの日とかカフェとかでこれを結構熟読してお勉強しております。財布ですね。これはバレンシアガの財布なんですけど、ちょっとメンズっぽいものが好きなので、こういうシンプルなお財布を選びました。カバンもちっちゃいので財布もちっちゃめのものを使っております。あとは日焼け止めですね。こちらすごく良くて、もう馴染みも良くてツヤもすごいいいので、めちゃめちゃ重宝してます。あと白浮きもしないのでいいです。あと私仕事帰りとかにサウナに行きたいってなる時があって、そんな時に保湿のものが何もないと肌が乾燥してしまうとかあるので、荷物に入れられるこういうパックとか、あとこれはボディ、フェイス、リップ、何でもマルチに使えるクリームなんですけど、この2つとかを持ち歩いたりしてます。これはどっちとも保湿力が高くて肌ももちもちになるのでおすすめです。あんまり香水とかを持ち運ばないので、こういうハンドクリームでいい香りのもの、香りがしっかりするものを持ち運んでます。こちらですね。どんな香りだろう。華やかな香りです好きな香りなんですよ。寝る前とかにつけて心を落ち着かせたりとかもしてるハンドクリームです。おやつにしてるのはこちらですね。これは私の家の近くのスーパーでも多分皆さんのお近くのスーパーでも買えると思いますし、ぜひ試してみてください。ポーチですね。このポーチ私よく皆さんに突っ込んでいただくんですけど、なんか冷たいもの入れてるのって言われるんですけど、全然そうじゃなくて普通のポーチなんですけど、この中にもいっぱいパンパンにいろいろなものが入ってるのでご紹介したいと思います。化粧直しは基本私クッションファンデとリップを持ち歩いてて、でこちらがセザンヌさんのクッションファンデーション。これは本当に自然な仕上がりになりますし、外出先で直しをしても浮かないので、すごいおすすめのクッションファンデーションです。その先ほどお伝えした口紅ですね。私が好きなのは RMK さんのリクイドリップカラー03ボルドーウェーブ。どんなお洋服でも合いますし、すっぴんの時でもあんまり浮かない色。撮影の時に化粧をパッと落としてから帰る時もあるんですけど、そんな時につけても全然このリップだけ目立つみたいなカラーにはならないリップになってます。あとリップクリームはスレティアさんのリップクリームがプルンプルンになるんでおすすめです。あとはインナーケア系ですかね、入れてるのは。これはモロヘイヤをギュッと乾燥して粒にしたものになるんですけど、野菜不足だなとか感じる時とかに飲んだりとかしてます。今最近は朝と夜に飲んでます。お通じも良くなって体がすっきりするのでおすすめです。青汁、ベジホリックの青汁を入れてたり、こちら体を作るだし汁っていうんですけど、現場でコップのお湯
にパッて溶かすだけで飲めるだし汁なんですけど、アミノ酸がすごい入ってるので、筋肉量を落としたくないとか、髪の質を良くしたいとか、そんな時に絶対に毎日取り入れた方がいい成分が入ってるのでおすすめです。美味しいので、本当におにぎりとこれだけで結構満足感があるだし汁になっております。急にカロリー高い食べ物を食べてしまったとか、そういう時にお助けを求めるサプリで、これが脂質を取りすぎた時に、その脂質にアプローチしてもらえるものと糖質にアプローチしてもらえるものをどっちも一袋ずつ持つようにしてます。食べ過ぎたっていう時とかに一緒に飲んだりしています。こちら小田切ヒロさんが監修されたバイラさんの付録なんですよね。しかも私これ本当に好きすぎて2個購入したんですけど、1個目がちょっと私が力強くこうグリグリしすぎて割れちゃって、最後の1個なのでめちゃめちゃ大切に使ってて、で6年間愛用してるカッサーになります。暇な時にこういう側頭部とかフェイスラインとかをやったりしてるんですけど、今多分手に入らないと思うので、普通に肩つむりカッサーってネットでも購入できるので、ぜひ気になったら調べていただけたらなと思います。結構頭ほぐすと顔がシュッとなるんですよ。なのでおすすめです。 あとはイヤホン、耳に赤色があったら可愛いかなと思ってこのイヤホンにしました。あとはポータブル充電器は持ち歩いてます。ちょっと紫外線が強い時とか、すっぴんで現場に入る時とか恥ずかしいなとかいう時にかけてるトムフォードのメガネですね。紫外線に強いので結構目が焼けなくて済むので、今年はこのメガネに助けられて全然目がしょぼしょぼする日がなかったので、すごい助けられております。ということで、こんなに私のバッグから出てきました。何か皆さんの参考になるものなどなどあればいいなと思っております。見てくださりありがとうございました。バイバーイ